ただいま。なんかお帰りなさい。遅かったわね。ああ。ご飯できてるけど、それとも先にお風呂にする？ああ、飯は食ってきたから、軽く風呂だけ入りたいかな。ねえ、先にご飯食べてくるなら、連絡してて前も言ったでしょ？仕方ないじゃないか。急な打ち合わせが入ったんだから。しばらくは落ち着いたって言ってたじゃない。いや、そうだけど。急な用があるんだよ。仕方ないだろ、会社のことなんだから。そういうふうに干渉されると、ストレスになるから言わないでくれよ。ったく。どうよ。でも私にも予定があるから、事前に言ってくれると嬉しいな。わかったよ。夫とは、社会人サークルで知り合い、恋愛結婚しました。しかし夫は、だんだんと恋愛感情をなくして、私に冷めていきました。そのわけは、夫の精子が原因で、子供ができないことでした。それから、私たち夫婦の、こんなことなかったのに。よいし信じたくなかった。どうしたんだ？なんかちょっと昔のこと思い出しちゃった。急にどうしたんだ？あの頃のあなたは若かったもんね。そうだな。なんかいろんなもんに情熱持ってたしな。最近は不況のせいで仕事が忙しくて、それに追われてそればっかりだ。そう、私も仕事してるけど、そんなことないけどな。朝日は若いからな。あなただってまだこれからよ。疲れてるって思ってるだけでね。そんなことないよ。でも私は
前みたいに元気な一郎さんがいいな。そうだな。なんか懐かしいよね。前は一郎さんすごいおっちょこちょいだった。なんかすごく生き急ぐ感じがして、そんな一郎さんが好きだったな。そうだな。あの頃はなんか毎日に夢中だったからな。ねえ、俺の精子はダメなんだからさ、こんなことしても仕方ないだろう。ごめんなさい、そういうつもりじゃなかったの。ごめん、ちょっと言い過ぎた。でも俺そのことがすごく気になっててさ。私こそごめん。ごめんな、ちょっと言い過ぎた。でも俺明日朝早いし、仕事でいろいろやらなきゃいけないからもう寝るな。ごめんな。今日はご飯どうする？ああ、そうだな、遅くなりそうだからご飯はいらないよ。そう、夫が嘘をついているのが分かった。今日も他の女に会ってるんだ。私は日々のストレスを解消したいがために自宅近くのレストランでアルバイトを始めた。俺の精子はダメなんだから、こんなことしても仕方がないだろう。やっちゃった。家に帰り、他の女を抱いてくる夫を待つ。そんなことを考えたら、私は耐える自信がなかった。どうしたの？大丈夫？ちょっと待っちゃって。いった。大丈夫、危ないから近い触っちゃダメ。じゃあ俺やるからさ。すいません。
鈴乃さんらしくないね。なんかあったの？ちょっとどうしたの？落ち着いて。ここじゃなんだから今休憩中だからさ、店内で話そうか。出る？水野さん、うちのオレンジジュース好きだ。好きです。そうなんだ。これからいろいろ試飲とかお願いしようかな。どうしたの？なんかあったの？言いたくなかったら無理に言わなくていいからね。いえ、大丈夫です。その夫が不倫をしてるかも。不倫してるみたいで、今日も帰りが遅くなるって。それで多分他の女と会ってて、それは私は一人で家で待ってる。そう思うと気が動転しちゃって。だから まだ確信持てないんだったら間違いかもしれないし、大丈夫だよ。俺はさ、こうして話聞くことしかできないけど、それでもいくらでも話は聞くからさ、頼りにしていいよ。大丈夫だから泣かないね。すみません、ありがとうございます。すいません、ごめんなさい。どうしたの？ごめんなさい、もう大丈夫です。すいません、ありがとうございます。仕事戻ります。優しくされて、優しく撫でられて、それだけで私は砂漠に水が一滴垂れるような、そんな潤いを感じてしまった。それだけ疲れていたのかもしれない。小心の女が優しくされると弱い、その言葉の意味が分かった気がした。でも私は
さあ、たまには仕事も行きなきゃいいんじゃないかな。それに新しく入荷するワインの試飲をしてもらいたいんだ。いつまでも落ち込んでても仕方がないし、焼け石に水かもしれないけど、少しお酒でも飲んで気を晴らした方がいいんじゃない？逆に迷惑かな。いえ、少しだけなら大丈夫です。これすごい美味しいです。すごい、非常に飲み口が爽やかで女性向きですよ。いや嬉しいな。実はこのワイン女性向きに選んだんだ。通常の3倍の量を発注しちゃって心配してたのよ。かったよ、自分のテイスティング信じて。いや本当に美味しいな、このワイン。美味しいですよね。でも、あんまり飲みすぎたら明日の仕事に支障をきたしちゃうかな。何なんでしょうね、女の人生って。子供も産めず、女としても求められないで、夫だけのために家事やって、そんなんで年取ってく、そんな人生なんですかね。そんなことないと思うよ。僕は結婚してないからわからないけど、水野さんみたいな綺麗な人は優しく微笑んでくれたら大切にすると思うな。またまた。本当だって。私だって結婚した時は幸せだったんですよ。夫に愛されてる実感もあったし。わかるよ。時間あったよね。でも男の人って飽きちゃうんですかね。あの人のためだけに家事とかやってきたのに。一生懸命だったんだよね。でも飽きちゃうなんてそんなことないと思うよ。なんかすいません、つまんない話しちゃって。いや大丈夫、つまんなくなんかないよ。それに誰かに話したい気分でしょ。まあ、いやでも本当すいません、こんな話で。なんか井口さんってすごい話しやすくて、つい頼っちゃうんですよね。うん、僕でよかったらいくらでも甘えてくれていいからさ。大丈夫？うん、大丈夫です。
久しぶりです、こんなの。